しょ、はい、はい、いらっしゃい、変おじいってことでね、今日は、ね、久しぶりにこちら包丁買っちゃいました。ちょっとイオンでね、包丁とか、なんだろう、あのフライパンとか見てたら、ちょっと目についた包丁があったんで、でね、値段もね、めちゃめちゃこう割り引かれて3000円という値段だったんで買っちゃいました。その包丁はこちら。どう？サムネ。これね、でもほんと久しぶりに買ったんだけど、ボーニングナイフっていう、僕も後で調べたんだけど、かっこよくてもそのまますぐ買っちゃったんだけど、後で調べたら、肉から骨を外す、なんかあの、骨付き包丁みたいなこと書いてあったんだけど、まあ、とりあえずね、かっこいいんで、これでね、今日はこちらの、魚、胡椒鯛をね、さばいて、おじいちゃんの晩ご飯にしようかなと思います。ちょっと包丁のね、使い心地を確かめるよっていう、そういう動画。ね、なんかこの、鬼滅の刃にね、出てきそうな形の包丁。ね、鬼滅の刃見たことないけど。ね、じゃあやっていくよ。はい。はい、じゃあ今からね、とりあえず鱗があるんで、隙見ていこうかな。このヒレをね、ちょっと取るね、やりにくいから。よっしょい。よし。つ、ダメだこれは。はい、ハサミチェンジです。あ、切れるわ、切れる、切れる。これを楽に切れる。あ、切れた。よし。よし。はい、こんな感じでね、ヒレが全部取れました。じゃあそうしたらね、すき火でいくよ。どうかな、この切れ味は。ね。でね、ここになんかこう、ぼっちがあるんだけど、これ何に使うか分かる人あったらね、コメント欄で書いてください。これ調べたんだけど、出てこなかった、このぼっち。これなんだろうね、これ。ちょっと滑るね、ちょっとこれ。胡椒鯛自体、このすき引きがやりにくい魚だな、これ。全然進まん。あ、最初ね、包丁入れるとこをね、これ間違えとって上手にこれ動かんかったね。この真ん中はね、まだ鱗が残っとる。なんかやりにくいな、入らん。波に入っとる。変なとこに入っちゃうな。ちょ、この胡椒鯛がやりにくいのか、なんかよくわからんかな。やりにくいな。ね、じゃあ次反対側。ちょっと反対側はちょっと慣れたやつにしようかな。今度ね、いつもの出刃でね、ちょっとやっていきますね。ちょっとね、胡椒鯛がやりにくいのかな、これ。はい、ってことでね、今すき引きをやったんですけど、やっぱりね、普通の出刃の方がちょっとやりやすかったかな。やっぱり慣れてないのもあるんだけどね、ちょっとなんかこっちが出刃で、こっちがこれ、なんかね、上手にいきませんでした。で、次はね、下ろしていってみますね。で、頭をね、落としていくよ。ちなみにこの胡椒鯛は寄生虫がね、めちゃめちゃ多いんで、今日もいるかどうかちょっとね、見てみますね。これほぼほぼいるからね、この胡椒鯛。頭はスコンと落ちるわ。で、これ頭ね、頭ちょっとこっち置こうか。じゃあ腹をね、切るよ。こっちが、肝とかね、胃袋。これいい白子が入ってますね、これね。これ白子。はい、じゃあ頭取って腹出たんで、一回ね、洗っとくね。はい、じゃあこんな感じでね、腹も綺麗に洗えたんで、今からね、3枚におろします。これでまず1本ね、ちょっとこの形がね、包丁のあれなんで、ちょっとどうかな。なんかちょっとやりにくいな。よう切れるけどね。
ここにブスッと刺して、はい、畳はまあこんな感じ。綺麗な身だね。まだね、今のところね、寄生虫は見つかってないですね。はい、じゃあもう半身ね、やっていきます。シューッとね、しょ、じゃあ反対側ね、シューッと入れて落としたら、綺麗には下ろせるけど、ちょっとね、慣れるまでね、めっちゃやりにくい。これ切るとき邪魔だな、このぼっちがあるから。このぼっちがね、邪魔。何に使うんだろうな、これ。頭も割れるかな、これで。頭割れんな、これ。とりあえず頭が割れないんで、こっからね、とりあえずエラをね、外します。鎌をね、まあ、この鎌だけ残しとこうかな。鎌がこんな感じ。はい、なんとかね。はい、なんとか割れました。そうしたら次に腹骨をね、ついていくよ。逆さ包丁やりにくい。たら血合い骨をね、今度取っていくよ。でもね、よう切れるけどね、このこれ血合い骨ね、こっちもね。はい、じゃあこれ腹骨ね、はい、取れました。はい、じゃあこんな感じで、まあね、柵にできたんで、ちょっと皮引いてね、少し刺身を作っていきます。今んとこ寄生虫は見当たらないな。いつもおるんだけどね、これ。皮どうだろう、引きやすいかな、この包丁。あ、皮引きやすい、これ。じゃあもう一個もね、どうしよう、これ皮引いちゃうと、これちょっと皮引くのやめとこう。ムニエル用包丁自体はね、めちゃめちゃよう切れる。あんだけ骨ガチガチにやっても切れるね。あとどうしよう、あとも一応ね、皮だけ引いとこうかな、虫がおるか。よくね、皮目にこの魚いるんで。おらんな、この包丁ね。皮はね、めちゃめちゃ引きやすい。皮めちゃめちゃ引きやすいの。はい、じゃあね、こんなにはね、おじいちゃん食べれないんで、とりあえず今日は、ムニエル用3キロぐらいムニエルにしとこうかな。あとは取っといて、ちょっとね、刺身をね、作っていくね、刺身をね。今日はね、綺麗にできました。めちゃめちゃね、刺身とかは切りやすいね、この包丁ね。皮引きと刺身は切りやすい。はい、じゃああとは残りを作るか。はい、じゃあ白子もね、ちょっとだけ指いくかな。はい、これで白子ね、できました。
はい、じゃあお吸い物作ってる間にね、ちょっとねこのムニエル作ってるね。塩コショウで小麦粉ね。そうね、せっかくちょっとカレー粉も入れてね、カレー風味にしようかな。これね、よし、じゃあ火をつけて、はい、じゃあ焼いていくよ。モニエル完成で、完成。はい、完成。はい、完成。はい、これね、モニエルとそれと、はい、じいちゃん、はい、いいよ、はい、お待たせ。ちょっと食べてみ。いただきます。はい、いただいてくだされ。今日はええな、美しいな。美しいだろう。たまにはね、美しさを追求してみたんだって。これ赤い色があるにな、なんだいな、これ。なんだいな、なんだと。硬いじゃん。硬いだろう。こっちみたいな、それだって違うね。違うよ、こっちじゃんね。こっちはこの前やったから。あんた昔はこれ買ったよ、大きいやつ。どうら大きいやつ、10キロぐらいのやつ。ひらめ、じゃあひらめじゃない。ヒラメじゃねえんだって。ネズミ色の魚だぞ、ネズミ色。そう、カレーの味はせん、ムニエル。そんなせやし。そう、せえんだ。うん。そうなの。味はどうなの。魚うまいの。魚うまい。なんと黙っちゃうまで、まずいからどうだろう。正解わからん。これの正解。魚？うん。言うか、正解を。うん、これな、胡椒だい。胡椒だいだって。伝髄。これ伝髄って言うだな。胡椒だい。胡椒だいよ、これ。だろう。だ、それを聞きたかったんで、まあ、ゆっくり食べや。はい、ということで今日はね、こちらのボーリングナイフを使って胡椒鯛をね、さばいてみました。これね、めちゃめちゃね、形はかっこいいんだけどね、形はね。でもやっぱりまあ慣れてないからね、ちょっとまだね、さばきづらかったです。刺身と皮引きはめっちゃやりやすいんで、今からね、慣れていけば上手になるかなと思うんで、ちょいちょいね、使っていこうと思います。あと今日はね、胡椒鯛の方も虫がね、いませんでした。いつもね、ほとんどおるんだよ。もう10匹中9匹ぐらいおるぐらいなんだけど、今日はいませんでした、ね。こういう包丁ね、変な包丁があったらまた買って紹介していこうかなと思います。変な包丁シリーズ。はい、じゃあね、バイバイ。どう、でもうまい、うまい、うまい。この見て、俺の包丁、これ見て、どう。あ、ちょっと変ね。変だろうな、ただ変だ。